ソロバに立つと、うん、こう感情が抑えきれない。どんな、私はもうそんなもんあれやん、そんなもんもう苦しんで苦しんで死んでほしいって思ってるもん。そんな陽気よき人殺しといてな、なんで自分が生き延びなあかんの。そんなおかしいやん。そんな青葉被告の判決を前に、それぞれの遺族の思いとは。息子は寂しさに耐え、文句も言わず我慢して前向きに進んでいます。それを見ていると親としては本当につらいです。青葉さん、私たちがあなたを許すことができるとあなたは思いますか。妻を亡くし遺族として法廷に立った男性、声を震わせながら青葉被告に何度も問いかけました。2019年7月18日、京都アニメーションの第一スタジオが放火され、36人が死亡、32人が重軽傷を負いました。ガソリンをまいて火をつけたとして殺人などの罪に問われている青葉真司被告。去年9月から4ヶ月以上にわたって行われた裁判は、あさって判決を迎えます。むにゅー、ママがナンを回します。事件で犠牲となった寺脇晶子さん、人気アニメ作品涼宮ハルヒの憂鬱のキャラクターデザインを手掛けるなど、京アニを代表するアニメーターでした。翔子さんが亡くなってから寺脇さんは息子と二人で暮らしています。お、すげえ綺麗な色になってる。化粧器キューブなのかな、母親になのかね。事件直後、うん、息子は布団の中で一人隠れて泣いている日もありました。それから4年半、今では翔子さんの作業机で勉強するようになりました。普通の状態に戻るまで結果的にやっぱり4年かかってしまったと。もっと早くこういろんなデフォルトの状態に戻れるやろうと思ってたんですけど、そうはいかなかった。そして去年9月から始まった裁判。青葉被告は犯行について京アニの小説コンクールに落選しアイデアを盗まれたからと起訴内容を認める一方、時には理解しがたい考えを法廷で語っていました。誰が小説を落選させたと思いますか。ナンバー2です。どうしてナンバー2は落選させたと思いますか。自分に発言力を持たせたくなかったのでは。そんな青葉被告に対し寺脇さんは、そばで見てきた息子のことを伝えたいと裁判への参加を決め、直接問いかけました。事件前に放火殺人をする対象者に家族、特に子供がいることは知っていましたか。そこまで考えなかったのが自分の考えであると思います。この質問の後、寺脇さんは青葉被告の身勝手な言動に耐えきれず法廷から退席しました。ソロバに立つと、うん、こう感情が抑えきれない、
名前を出すとその人との記憶が走馬灯みたいにしてこう思い出しちゃうんですよね。話してる内容が幼稚すぎて、聞いててしんどかった。それでも初公判から3ヶ月が経った去年12月、寺脇さんは自分の耳で聞いて二人に報告したいと再び青葉被告と向き合うことにしました。母親を失って寂しい思いをしている息子についてどう思いますか？自分も一人親だったので、その辺についてはやはり申し訳ない部分がございます。証拠に対して今どう思いますか？申し訳ない気持ちです。青葉さん、あなたはこの事件を起こしたことを後悔していますか？しております。青葉被告が初めて謝罪と後悔を口にした瞬間でした。そして最後に寺脇さんはこう訴えかけました。下される判決は12歳の息子が聞いて理解できるような内容であってほしいですし、ここに立ちたかったであろう証拠が受け入れられるような判決を仏前に報告できるよう強く強く本当に強く望んでいます。事件から4年以上が経ち始まった裁判、中には判決を見届けることなくこの世を去った遺族もいます。石田直美さん、27年間京都アニメーションで色彩設計の担当として作品に携わってきました。直美さんは父と母と3人で暮らしていました。まあ年月経ってでもやっぱり忘れられへんと思いますよ。まさかね、こんな形でもね終わるとは思わへんかったです。ほんまショックですね。もうまだあんたなんか死んだみたい思わへん時、多分ちょっと帰ってくるかいなと思う錯覚を起こす時もありますわ。もうあのあいつのね遺灰の前に立つとね、どうしてもねもうなってくるんですよ。あっというとこまで、とこまでそこで一緒に喋っとったんだからな、それがパーッとおらんようになってるみたいな。4年の月日がたち、母は直美さんの部屋を片付けることにしました。こんなんで、あ、何にもあらへんの。あ、これはうちお父さんがお土産で買ってきたんや、どっか行った時に。あ、そうなんですね、うん、でこれ弟とあれやったけど、弟のもうくちゃくちゃになってしもて、あの砂でも斧を大事にするさかにこれまだサロン置いた。へー。思い出の品もほとんど処分しましたが、直美さんが携わった作品の DVD や火災の中スタジオ内から見つかった直美さんのノートは捨てずに大切に保管していました。あまり仕事のことは話さなかったという直美さん。事件後、両親は直美さんが色彩設計を担当した作品を初めて見ました。言い集めてんじゃねえよ。なんだよ、言いたいことあんなら言えよ。いつもわけわかんねえ顔しやがって、ムカついてんだろ。なあ、言え。
ごいな、綺麗だね、ほんま。そうそう、あの暗いとこなんかでもな、これは星のもんやな、言うたら、うん、これが良かったって言ったら。娘の仕事ぶりを知り、なぜ事件に巻き込まれたのか知りたい、そんな思いで一日でも早く裁判が開かれることを願っていました。青葉かいな、あれがどういう夜かいうことやの、ね、その後半の時にね、なぜやったかということを言う、そうそう、どういう表現をね、その夜かいう、そこが一番問題と思うにゃ、それしかないのちゃう。しかし初公判の1ヶ月前、父は87歳でこの世を去りました。母は父の死を受け、裁判に参加しないことにしました。お父さんが来てきた時にいい子なとか言うてたけども、もうそれはもう行けんようになってしもたさかいに、もうどうしようもないしね、うん、で息子が行った時にもう行かん方がええって言うて言うたさかいに、うん、思い出すさかいにもう行かん方がええって言うたさかいに、ほんでもうやめたんですね、うん、うん、裁判の内容をニュースで聞くようにしていた母。青葉被告が法廷で初めて謝罪しても反省の意思は感じられなかったといいます。口先だけやと思うわ、ほんま自分の心からそんなこと思ってへんわ。あの人、自分のこう罪に向き合ってるっていうふうにお母さんは感じられますか。いや、そんな思ってへん、そんな思ってるかいもね、せやろ、うん、そんな自分の罪を犯した罪に思ってへんわ、そんなもん、ほんま憎たらしいわ。もうそれで死なんなら寿命やったらええなとも思うね、私も。やっぱりみんなあそこにね、殺された人ね、やっぱり助かってる人はやっぱり寿命があったから助かったと私思ってる。せや、思わへんかったらもう生きていけへんわ。娘の死と向き合い続けた母にとって、青葉被告の言葉は最後まで納得できるものではありませんでした。今ただ望むのは、求刑通りの死刑判決を下してほしい、その思いだけです。どんな、私はもうそんなもんあれやん、そんなもんもう苦しんで苦しんで死んでほしいって思ってるもん。そんな要求人殺しといてな、なんで自分が生き延びなあかんの、そんなおかしいやん、そんなもん。そりゃなんぼ死刑になったかって私らね、子供何も帰ってきいひんけどね。しゃけどそんだけ殺したら自分の命もそんたあれせえへんかったらどうしようもないですよ、うん、納得できひんよ私ら、うん、36人の命を奪った京都アニメーション放火殺人事件、判決はあさって言い渡されます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。